21世紀の食いしん坊、本日はどんな素敵な料理に出会えるのでしょうか。こんにちは、聞き手を務めます上水幸です。そして食いしん坊担当を務めます笹谷です。食いしん坊担当を務めます。あ、ごめん、俺そんなこと言った？いいよいいよ、すごい。ごめん、全然ごめん、意識しなかった。いいよ、すごくいいよ。いやいや、いいか分からんけど、まあまあ。はいはいはい、まあまあまあ、来ましたね。もうね、だいぶ慣れてきたんじゃない？まあ、ボルテージが上がってきましたよ。上がってきた。結構ね、流れがね見えてきたんで、うんうんうん、はいはい、こっちもちょっと安心して進められる感じになってきたなっていう。やっぱさあ1回目とか、うん、うんうんうん、やっぱ緊張感あったもんね。やったね、もう間が分からんやった。あ、確かに、うん、これやっぱズームの難しさね、遠隔でやる難しさあるよね。そうそうそう、ズームなんよね。うんうん、60キロ歩きね、距離が。距離の話してるやろ。いやいや、まあまあそうですよね。もうズームやっぱ難しいけど、まあまあちょっと続けてね、こうやりよったらやっぱ慣れていくんでしょう。うんうん、少しずつね慣れていけば。まあでもレポートの方はね、だいぶ慣れてきた感じがするんで、ちょっと今回も期待してます、はい、ということで、本日の料理紹介に参りましょう。お願いします。食堂コマ撮りの恋定食。恋定食、はい。恋ってあの恋、さ、あの恋、あの恋よね。あの恋とは魚の。そうですよ、恋ですよ。恋食べたことある？いや、記憶にないね。恋を食べるって記憶がないわ。食べていいんやって思った、むしろ今。ああ、いや、そうやろ。うん、俺一回だけあって、うん、うん、多分ね、じいちゃんが、はい、死ぬ時、じいちゃんが全体的にさ、ばあちゃんが死んだとか、うん、じいちゃんが死んだとかエピソード多すぎてさ、もうちょっとこう泣く。いや、もうね、もう2人とも行ってしまっちゃうけど、あれけど、その最後にご飯食べに行ったところで鯉食べた記憶がある。おじいちゃんと一緒にね。そうそうそう。でもうその時食べた印象はあるんやけど、それどれぐらい前なのかな。25年ちょうど。もうまだ10代の頃の話か。10歳ね、うん、10歳の頃、10歳ぐらいか。そうそうそう、そんぐらいの時で、うん、でもなんか恋一食べれるんやんって思ったやん、思ったって言ったやん今、うんうん、そういう感覚で、なんか食べたけどなんか食べれるんやんち、もう一回ちょっと再確認したいというか、ちょっと好奇心的な感じ。あー、なるほど。なんか美味しいらしいよとかじゃなくて、ちょっとこう濃い食べれるんやんって確認しに行ったってことかな。うん、なんかどんなんやったっけみたいなやし、うんうん、食べたけど記憶もなんか正しいか分からんし、その時の。まあ20年前とかなるとね。で、美味しかった印象あるんやけど、鯉とかさ、なんか生臭そうで、うんうん、まずそうやん。まあなんかあんま美味しそうなイメージはないね。そう、それをちょっと確かめに行ってきましたよ。ほう、どこ？これ食堂コマ撮りって。これね、あのね、彦さん山やん。そうですよ、うちも結構田舎やけど、うんうん、さらにディープな田舎。彦さんのさ、これ彦さんの近く？そんなことない？彦山駅のすぐ前。彦山駅のすぐ前なんだ。そう、彦山駅自体はもう今その電車は確かあれなよね、なんか豪雨の時のあれで、はい、彦山電車来てないん。あ、もうこれ使われてないんだ、駅が。駅としてはもう機能してなくて、うん、まあただその駅の前でずっとある。もう多分見た感じ何年か分からんけど、ずっと多分あるんやろうなっちゅう、この店の佇まい。確かに今 Google マップ開いたら結構なんか歴史っていうか、なんていうかな、年代感じる。そうそうそう、デザインの佇まいだね。うん、で隣に彦山食堂じゃん。はい、そこもあの多分2つとも同じような
見せないの。はい。でもまあ鯉とかヤマメとかそういう地鶏とかそういうライバル店が隣同士にあるみたいな感じ。もうそうそう。多分ね。多分ね仲いいやろうね。ああ逆にね。うん。うん、うん、多分。今日ちょっとバイトのちょっと人数足りんから一人そっち回すわみたいな。よっからんけどさ。まあまあでもそんなのあるかもしれんぐらいね。うん。もう真横やしね。で彦さんの印象ってさもうめっちゃ田舎やろ。もうだって彦さんっていうまさにその彦さんって山を登りに行くぐらいしか用事ないと思ってるぐらい山だと思ってる。そうそう。俺も彦さんちょっと何やろ彦さんのその目的食堂の目的地までさ、うん、どんぐらい車とすれ違うんやろぐらいなテンションやったよ。うん。まあお昼ぐらいに行ったんやけどね。うん。めちゃくちゃ車多かったよ。なんで？紅葉。ああ、なるほど。彦さんは多分ね、結構紅葉が有名っぽい。紅葉シーズンはやっぱ観光で来る人めっちゃおるらしくて。あ、そうなんだ。ちょっとなんかと思ってなんか嫌になったよ。なるね、確かに。彦さんで渋滞したくないよね。まあ食堂について車止めるやんで、うん、2時過ぎやったやん、うん、まあランチタイムちょっともう過ぎたぐらいやん、うんうんうん、まあまあ余裕やろうと思って行ったらまず俺最初彦さん食堂の方に入ろうとしたよ。じゃあどっちかって決めて行ったわけではなくて鯉を食べようと思って行ったって感じだった。そうそう。でどっちも同じもの出しておき、まあどっちか最悪、まあ時間ずらすけど最悪どっちかダメでもどっちか一応やろうぐらいの、うんうんうん、でとりあえず彦さん食堂が手前にあったきそっち行って、うん、入ったら全然あの席なくて、その人が多すぎてってこと？めちゃくちゃ多くて、うんうん、何席ぐらいあるの彦さん食堂は？あのね何席やろ、でも割と広いよ。あ、割と広いのに入れないぐらい人がいるんだ。なんかまあ座敷とかもその奥にあったりして、うん、でどっかないかなって思って店員さんに聞こうかと思うけど店員さんも多分バタついちゃうね。まあね、そんだけ人がいるとうわもう無理やんと思って出て、うん、で隣の小窓に行ったらそこもいいと思って、うん、でもうこれ終わったと思ったらなんかまあ、うんなんか優しい感じのおばちゃんが、うん、奥なら行けるかもっつって、うん、座敷通してくれて、ああまあそこも割と広かったんやけど、まあでも一人で行ったきさ、うん、なんか寂しくてさ、その気持ちの話はいいよ。そうでもう決める、あそのめ頼むのは決めちゃったきさ、まあ来いよね食べよう、うんうん、で行ってああようやく入れたと思ってメニュー、まあ鯉定食っちゅうのがあったき、うん、あもうこれだと思って、うんうん、鯉定食頼もうとして、あじゃあ鯉定食お願いしますみたいな感じで頼んだら、えみたいな、うん、はあ、鯉定食できるっけみたいな、あんま人が頼まんのや、あのね多分ねその入っちょう人たちの食べようの見たら、多分ヤマメメイン。あまあねヤマメ食べたいよね、うん、ヤマメばっかみんな食べよったき、うん、鯉定食できますかねみたいな多分その大将に、うんうん、で時間があればあの時間ちょっと待ってくれたらできるよっつって、うん、でもなんかちょっと嫌やなんかあれやんなんかちょっとめんどくさいこと頼んでそうでちょっと嫌やん、まあ混んでるしね、うん、なんか悪いなと思ったけど、うん、ちょっとそこはね聞かんくて、まあそうだよね、だ目的がそれだもんね。そうだき、うん、ちょっと心を鬼にしてちょっと頼んだよ。心を鬼にしてっていうかメニューに書いてあるやがいいやろ。まあでも大変なのが浮かんでくるきさ。まあね、そうだね。そうそれで頼んじゃ、じゃあちょっと待ってくださいみたいな感じで、でまあどんぐらい待ったらマッチョ感覚？上ちゃんは。まあ料理で言ったらやっぱね20分でちょっとあれやって思って30分過ぎたらいやマジ待たされてるなって思うかも。ああ
あ、結構そんな感覚俺も。あ、一緒。うん、うん、30分経っても混んで嫌な予感するねと思って、まあでも絶対メニューは通っちゃうき、忘れちゃうとかないき、うんうん、よで結局40分から45分ぐらい経って、うん、で来たんですよ恋定食がようやくも。で味噌汁、味噌汁、はい、そう恋の味噌汁で、あ恋の味噌汁これ、そうそうそう恋の味噌汁で、それに上にさなんかこう刺身っぽいのがある、はい、これが恋の洗い、これ洗いと刺身の違い値なんかわかる？わかんない、あれらしい、一回鯉をぬるま湯でこう洗うらしい、あそれを洗い、なるほどね、そうでその後にあのぬるま湯で臭みとなんか油とか余分なの落とした後に氷で氷水で締めると、うん、あの洗いになるらしい、へえこだわったあれなわけね、ちょっとやり方的には。そうで洗いもそんな食べたことないし、記憶多分俺昔食べたの洗いなんと思うけど、うんうん、でまず恋国から行ってみたんやけど、うん、印象やっぱ川魚って臭いそうなイメージあるやん。いやましてやなんか恋とか臭そうなイメージあるよ。そう全然臭くない。あへえ、もうね、なんやろ、タイみたいな、ちょっと言い過ぎかもしれんけどでもタイのなんか、うん、タイの味噌汁かなぐらいな、そのすごい淡白で、うんうん、癖があんまなかった、うん、で洗いの方は、うん、これちょっと刺身のイメージに近い印象やイメージをしちょったけど、うん、あのまたちょっと違うね、あのブリっぽい、えブリをこうドライにした感じ、ブリをドライにした感じちょっと分からんけどこれ結構難しいんよ。でもなるほど、独特なんだでも、うん、臭みはなくて、ただあのね、タイチ、多分タイじゃないコイチ、うん、あの骨が多いんよね。はあはあ、うん、うん、食べづらさはやっぱあるけど、この洗いの中にも骨あんの？これはもう、あちょっとついちゃう、へえ、基本多分取ってくれちゃうんやけど、うんうん、やっぱちょっとこう残っちゃうやつとかもある気、でもそんな気になるほどではないけど、まあだからそれぐらい骨がある魚なんやね。そうそう、だっき恋国を食べようときに、うん、歯茎と喉に刺さった。あらちょっとじゃあ気をつけないといけないぐらい骨が、そうそうそうってことね、うん、うん、でもまあそれも味なんかなと思う、喉に突き刺さるのが、まあいや多分これは俺それは違うけど違う、うん、そうそう、でもね、いい経験したなって感じ。まあ飛行山まで上ちゃんが行くっていうのはね、なかなか、うん、ちょっとね想像つかんけど、でもあれですよね、逆に言ったらその山登りが好きな人とかは、紅葉を見に行くのが好きとかっていう人はセットで行けるよね。あの、うん、いいと思う。味噌汁、その恋国、うんうん、もうちょっと味噌汁やけど生姜が効いちゃう感じがあったき、この今からとか今から山とか登る人とかは、うんうん、まあなんかこう冷えた体にいいんじゃないですかね。なるほどね。じゃあちょっとぜひ山登り好きな人をね、うん、飛行山に登るね用事を作って、そしてこの食堂コマ撮りに行ってみるっていうコースね。そうね、これ行ってみてほしいですね。うん、なんかまあどうせね行くならその土地でこういね、その土地のものを食べるのいいと思うんで、うんうんうん、なかなかこう彦山があるからこそまたなんだろうな、生きやすさにもつながるって意味ではいいかもしれないね。うん、あと鯉はね、体にすごいいいらしい。へえ、そうなんだ。上ちゃんも体調悪い時ね食べたら鯉をね体調悪いのに彦山まで行かなきゃいけないいやだってさ、上ちゃん二日酔いきついとか言うやん。まあね、うん、肝臓にいい気。あ、そうなん、恋は肝臓とかにもいいし、その胃とかにも。ここはあれかな、通販やってないかないや
いや鯉持ってこられるわ魚を、ね、鯉が冷凍で来るから困る。まあまあ行ってみてください。はい、ちょっと気が向いたら行きます。はい、ぜひはね、あのこれお聞きの皆さんもぜひね、彦さんに用事がある方は、うん、彦さん、うん、行ってみてくださいということで、今日はですね、食堂こまどりの鯉定食をご紹介させていただきました。番組概要欄の方にお店の情報を掲載しておきますので、合わせてご覧ください。ということで今日の、最後は笹山さんお願いします。では。21世紀の食いしん坊。